なんか何か転倒してますよね。いや、なんかそこら中でくにゃくにゃ落としててね、わかんないんですよね。すごいショットが今さら、うわー、ちょっと待って待って、来た、おー、使わせるね。でも160に入ったから、何ピッピッピッピって、こっちでいいの？エアロックまでそんな遠くないみたいだね。でもね、しかも同じ、落ちたはずな、落ちたと思ったんですけどね。あれは何、このピカピカ光ってるこの物体は。あ、ただただパイプ。お、またいいね。目の前にいますよ。ちょっと下がった方がいいんじゃないの。下がれない、えらい現れたんだけど急に。ちょっとちょっと今の人何、今の人テレポートしてきたの。しかもなんかどっかに消えていったけど、上に屋根ありません。なんだろう今のエイリアンは。やっぱり電車の中なんだね。うわー、ていうかこれ卵どうやって産みつけたんだろう。エイリアン2のあれだとさ、なんか壁に張り付いてるね、でかいやつ、ジョー、クイーンが埋めつけてましたよね。あの歩きながら植えたのかな、クイーンが。なんかあれ、ラグイラグイ、こっち行けばいいのかな。うわ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 、なに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 、いや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 、なんかダメージを食らったのか。あ、食らってないね、多分ね。なんかどこに落ちたみたいだね。これでまだたどり着けん、アイテムがあるよ。あとは燃えてるところ、これはアイテムじゃない。チェス、やった、バタフレーム。こんな時にいっぱい手に入るんだね。さっきの病院のシーンで手に入るべきだと思うんだけど私もっと置いとけよ。っていうことはまだ使うシーンがいっぱいあるってことかな。終わりじゃねえのかよ。こんな、またアイテムがバンバン手に入るってことは。ちょっと待ってね、メディキットも作れるけど3つ持ってれば多分大丈夫だと思うんだ。 OK で、ノイズメーカー、あれ違うな、スモークボムが最もなんかよく分かんないアイテムですね。人間に使って目くらましをするのか。ノイズメーカー2つぐらい作っとこう。よし、で、あと、モトロフ、あ、また行っちゃった。モロトフは作れない。パイプボムも作れない。そうね。じゃあ、また、解放射器がね、215もあれば、とりあえず戦えますね。ここから複数になっていくのかな？降りて。さあ、降りた。また手に入った、すごいね、大盤振る舞いだね。最後ぐらい使わせてくれるってこと。すごい、アイテムがいっぱい手に入る。これは違うね、そこも特に何もないし、もうここはこれで終わりかな。ん？あれは違うね。ちょっと待って、これでいいのかな。ジーザス、Just let me make it through here. 行かせてちょうだいって言ってるけど、
これなんか往復してる感じ？こっちに行くのかな？行けない。ここは来れないもんね。安心だ。それで、いやなんか来そうな気が、うっ、エイリアンもいる。大丈夫かなこれ。やだやだ。なんかスピードみたいだね。スピード1のラストみたい。Too close。危なかったぜ。危なかったぜって言って。大丈夫なのこれ。走った方がいいのかなこれ。こんなとこで来たら終わりですぜ。おお。ちょっと待って、アイテムはないね。これ登ったら。すげえすげえな、もう完全に映画ですね。どこまで主人公を追い詰めるんだよこのゲームは。かわいそうだろちょっと。結局生き残ったのはリプリーだけっていうね。ちょっと待って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 。それであそこから出ればいいのかな。ここ怖いんだけど、ささっと。よし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 。左側はなんか閉まってるね。またあの可愛い人形はなんか映画に出てきたのかな。これ何これ。なんかいろいろ置いてあるけど、これあっ、そこから行けってこと。このなんか可愛い人形は一体何なのか。ちょっと上だけ見ときますね。上は閉まってるね。セーブポイント欲しいんだけど、セーブポイント。ここから行けってことでしょ多分ね。よいしょ。卵があるだと。ちょっとちょっと、あれ来ないの。俺を探してる状態これ、まさかの。どっちから来るんだろう。もう一匹か。すごい、ここにどうやって植え付けたんだ。なんかカタ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 って音がするんだけど、こっちは特に何もないのかな。何もないね。はあ、すごいねこのゲーム。こっちか。またすぐ出たら、出たらす、エレベーターシャフト？上に上がるのかな？下に下がるのかな？おお！おお！おお！どうするの？なんか落ちちゃいそうな感じなんだけど、このはしごで行くの？上は閉まってるから下ってことか。よいしょよいしょ。あっ、いやいやいや、ちょっとちょっとフェイスハンガー怖いよフェイス。ああちょっとすごい、どこまで追い込むんだお前。ちょっと待って待って待って、あー、いてるいてるいてる。お前最後まで出てくんじゃねえよお前。メディキット使おうとして力尽きた人がいるのね。ちょ、なになに、まだいんの。尻尾が出てるんだけど、卵から。もう大丈夫か。落ちちゃうんじゃないのこれ。まあいいや、もうとりあえずさっさと行こう。よし、バレン、バレン、いるのねえ、いるのって。リプリー生きてたのねって。セバストプルと一緒に引きずられてるわって。この星の重力がね、リグを曲げてセバストプルから離脱できなくなっちゃったのって。何すればいいのって。
あーエアロックから出て宇宙船宇宙服でね整備用のプラットフォームにいてちょうだいって。なるほど、なるほどね。なんかね、なんか起爆するためのボルトがあるって言ってたね。なんだろう、そのなんか緊急離脱させるんだって。エクスプロシブボルトっていうのは一体何なのか。戻ってきたぞおい。はあ、え、ここじゃないの。あ、ここじゃないみたい。あ、下なんやろ、そういえばね。あれ、もうここにしか行くことはできないの。うわうわうわ、え、燃えて死んだって何？おかしいな。あれ？そっちじゃないの？なんか俺間違えた？ここどこ？ここなんかリリースザトレントだって。え、ちょっとど、ん？なんかあ、体力がなくなってる全然。ちょっと待って待って待って、いつの間にこんな体力減ったんだ。ちょっと待って、もう一個使っとこう。よし、なんかちょっと待ってね、こっちに行ってパソコンでなんとかすんのかな。そっちはいけないでしょ。サーチ、ちょっと待って待って待って、どこから、うわ、ここから行くの。エイリアンがいるのかな。いないと、いないといいけど。すごい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 、ピコピコいってる、ピコピコいってる。とりあえずセーブさせて、セーブ。よし、オッケー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 。で次そっちでどこに連れ込まれたのかわかんないんだけど、目が、視界がぼやけてよくわかんない。こっち切ればいいのね、じゃあ次。もう次はないよね、また、また次、また、また振り出しに戻るとかやだよ。あ、今度は大丈夫みたい。じゃあ、来たことだし、今回はここまでにしたいと思います。っていうか、もうここまで行ったんだから最後までやろうか、じゃあちょっと。まで。うわ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 、どうすんのこれ。武器がないからエイリアン出てきてもしょうがないんだよね。でもね、すごい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 、その起爆用のボルトがどこにあるのか。うわ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 、でもなんかエンジンなのかなあれ、ちょっとよくわかんないんですけど。着いた着いた着いた。これ最後なんじゃないのこれね。えうわ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 、すごいね、すごい状態だよ。エイリアン出てくんの。まさか真空状態で、なになになに、ピュイーンって言って、いるんかいな。真空状態で生きていけんのエイリアンも。なんか2でもなんか多少生き延びてたけど。こっちみたいだぞ。ユーズボタン、オッケー。すごい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 、うわー、なんか美しい、美しいのね。なんか音楽がさ、エイリアンいますよ的な音楽なんだけど、すごいねすごいね。なんか落ち着いた、クライム、よいしょ。でトレンツはどこにくっついてる。走れないからね。よいしょよいしょ。
すごいね、綺麗だね。この星に突っ込む前にトレンツを離脱させて逃げようっていう計画ですね。すごい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 。バレン着いたわって。チューメカニズム2つのね、あれがリリースプログラム、リリースメカニズムがあるんだって。リリースっていうのは話すことね。これか、キーカードアクセス。あ、ん？ん？ホールド LT、 これで、あ、開けんのね、なるほど。で、ユーズキーカード。おお、じゃあ反対側もそういうことね。大丈夫なの、ここで。ここでゲームオーバーになることはないんだよね、多分ね。これでキーカードのアクセスを開けて、キーカードを取ってこれに刺す。はい、OK です。ここ上がれんの？上がれない。すごいすごいすごい。エイリアンじゃないの、あれ、あの上にいるよ。ちょっと襲ってこないのか。あー、これこれ、デンジャーエマージェンシードッキングクランプリリースだって。やっぱりなんか接続してるあれを強制的に離すメカニズムみたいですけど、何すればいいのこれ。アクティベート、エイリアンいっぱいいますけど、いいんですかね。大丈夫で、次、これエイリアンはやっぱ真空状態でも生きていけるんだね。それはどうなんだろう、生物としてありえんのかな。うわ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 、まあ4つやんなきゃいけないのね。これがエクスプローシブボルトってやつで、爆発させるんだ。はいはい、じゃあ最後に1個です。今回長くなります、申し訳ない。よいしょと、はいはい、終わりです。これでここは自動ですね、勝手にやってくれてます。うおー、エリア後ろにいるからね、エリア後ろにいるからね。早く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 、うわ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 、エリア来たよ、エリア来たよ、早く早く早く、もう押し、押すもん押してさ、早く早く。あはは、終わりじゃん、もう離れたのかな。何が起きたんだ。もうこのセバストプールはもうダメみたいですね。もうこのガス惑星に突っ込むと。すごいね、まあ、消えちゃうだろうね、そりゃ。トレンツはどこに行ったの、離脱できたの、結局ダメだったって話。離脱した船の姿がないんだけど、あれ終わり。バッドエンディング嫌だね、ちょっとね。せっかくここまで頑張ったんだから生き延びてほしいところ。ちょっと一回切りますね、まだなんか続きが読み込んでるんで、続きがあるみたい。さあ戻ってみました。お、一番最初の音楽が流れてる。ゲッテドブリッジ、これから来たんですもんね。これとりあえず脱ぎたいね。 Meet the Balloon on the Bridge だって。ブリッジでバレーンに会いましょうということですけど、あ、懐かしの、懐かしの場所ですね。ここから始まったんだよね、物語は。ブリッジはここでいいの？ん？
どっちに行けばいいんだ。ブリッジって、あ、こっちか。バレン、これ脱ぎたいんだけど脱げないの。脱げないみたいですね。よし。ちょっとちょっと、エレスだ。ちょっと、どうすんのこれ。後ずさりしろって言ってますね。これで後ずさりできるみたいな。LS レフトって何？レフトってこっち。え？ LS ライトって何？これ右に押し込むってこと？後ずさり…なんで最後の最後までこんなことになるの？なんでこの船にいるわけ？バレンちゃんも殺されたってことか。じゃあごめんなさい、最後の最後までやってしまうというね。ちょっとなんかもうこの船も乗っ取られたの？どっから来たのじゃあ。ねえ、どっから来たのって話だよ。もう驚かせる、で後ろに下がらせる、はいはい、下がらせる、下がらせる、下がらせる。で、LS の左右が出てきたら怖いですね。LS レフト、レフト、LS ライト、LS ライト。これ、なるほど、エアロックを。押せ、よし。はい。あら、結局宇宙に放り出されちゃ、エイリアン を出して終わり？もう永遠に漂流する感じかな？うわ、バッド、あれ？バッドエンディングか？あ、でもなんか光ってるね。目を開けようとしたその瞬間に終わったのか。終わったやった終わった、やったクリアした。あー、すごいゲームでしたねこれ。いや、面白かった。こちらリプリ、あれ曲が流れちゃうのかな。まあ いや、とりあえず、終わりがあるのかどうか、この後なんかあるのかもしれないですけれども、まあ感想としてはですね、特にまあ本当にエイリアンの AI が素晴らしいですね。ランダムで、これ1匹、これ複数にすると多分できなかったと思うんで、そんなに、なんていうのかな、5匹10匹となるとね、単独少数でね襲いかかってくるってところに意味があったんじゃないかなと思います。なのでね、非常になんていうのかな、一回死んだ後もう一回トライする時も、ここから敵が出てくるとかね、あそこから敵が出てくるっていう予想が全くつかなかったので、ね、何回やっても面白いんじゃないかなと思いますよ。なので私の動画を見ていただいた人の中でも、やってみたいなと思う人は、ぜひ挑戦してみてください。私と同じように行くかどうかは全くわからないけどね。スケキヨ君とか人間はね出てくる場所と AI は大体固定だと思いますけど、エイリアンのエイリアン君だけはね全然ランダムでね、いろんなとこから出現してきて、ゲームを盛り上げてくれるんじゃないかなと思います。ということでですね、あ、飛ばしちゃった。でも読み込んでるな。終わりってこと？終わりだったら終わりにするんですけどなんかあんのかな。あ、終わりか。じゃあわかんない、続きがあるのかなこれ。もしかしたらエイリアンアイソレーション2みたいなやつが出るかもしれないですね。アイソレーションっていう副題はつくか分かんないですけど、リプリーが救出されてそこから派生していくストーリーみたいなね。非常に、もう本当にね、前作っていうか、なんていうの、1個前に実況したホラーゲームでね、アランウェイクっていうのがあったんですけど、
もうそれを超える出来ですね。超えるっていうか、まあ、違うメーカーが作ってるんですけどね。すごい面白かったです。うん。ということで、また次のシリーズでね、お会いできればと思います。ではでは。